池森チャンネルオープン。さあ今回もまたかけそば試します。かけそば、究極のかけそばシリーズ。これは延々いくよって言ったじゃん。もうちょっとずつちょっとずつ、本当まあコンピューターと同じようにアップグレードしていってんで、今回はかけそばを作ります。まあもちろん出汁取りますからね。今皆さんこれかけそばに天かすをさっと入れて柚子胡椒、究極のバージョンアップされたかけそば作ります。さあ早速スープ出し取りますからね。これね450で、うん、よし450、これ4つ入れます。まあ1人前基本1個、これを沸いたら、まあ沸いたら2分で止めるんだけど、一応2分しとこう。今回28秒使います。これは何分、あ、これ4分から5分だから、まあ俺的には4分半だとして3分半、あ、強いよな。そうです、これとあの人面の赤です、オレンジ黄金比、なんか手放せないっす。このあったかいやつは真っ最中ない。だしを取って400だったらちょっとしょっぱいなと思った、だから450にしてだし入れて、この人面のオレンジと昆布カツオを大さじ2に、ちょっと沸いてきたんで、この辺りから2分煮ます。スタート。弱火で、絶対グワーはダメです。弱火で2分間で出汁を取ります。さあ出汁を取ります。でこれもちょっと細かいんだけどさ、冷めたらね、冷めたらね、ちょっと冷めたらここ持ってこうね、これ絞るっすよ。そしたらね、濃いのがね、最後出てくんの。これね、ちょっと意外大事かも。ここにね、ほら、見てよ、全然色違うでしょ。これほら、絞ったさ、液が濃いんすよ。これもまた一手間っていうやつかな、うん、はい、だしの完成。では、乾麺茹でます。よし、どうぞ。3分半、はい、ここで仕上げます。1人前が22なんでね、22、5、6、7の8、きた、はい、さあよし、オッケー。さあ山源のじゃん、よし、はい、これで1分間、もういいぞ。お、ちょうど時間も、よし、カモン。さあこれ、うまいよこのスープ。かけそばってね、強めがうまいよ。さあじゃーん、 OK で買った天かす。これがね、見てほら、見て、もう本当にこれ細かいの、うん、これがねめちゃめちゃうまいです。であれだよ、みんなたぬきそばみたいにグワーって、あ、天かすあるってがっつり言っちゃダメよ。もうね、さらっとでいいの。これがねめちゃくちゃうまいんだから。ネギで、ここに柚子胡椒を添えます。
完璧。まあかけそばとは言わないな。まあ美味しい、とにかくあの天かす見つけたんでかけそばか。そうだよな。かけそば完成。いただきます。さあほら、見てこのちっちゃいからさ、はい、ベトってならないわけ。あ、確かに、うん、細かい天かすってね、はい、さあスープいただきます。目つぶっちゃおう。両手わお。あれまた食っちゃうパターン。ウォーウォー、これ全然お腹空いてないのに。いただきます。うまっ。もうね、いやもちろん出汁もそうです、やっぱり、ね、天かすの甘みがね、うまい。やっぱりね、これ天かすうまいんだわ。うん、そう、ベタっとならない、ほんとに。うん、あの麺食べて、はい、こっちで飲みながら食べたくなるかけそば、はい、ごちそうさまでした。まあ、美味しいのできました。素晴らしい。これね、俺、まあ、基本的に普段はかけそばかざるそばよく言うじゃん、この感じです、うん。まあ、家で試ね、はい、ここでやるのを試すともちろんあるんだけど、はい、もうこれで十分なの。でこれで毎日本当に初めてマツコの知らせた時に俺毎回うまいと思ってるんです、はい、もう毎日冬はもうこれだと、はい、うん、あのもちろんあるよ、天かすなしね、ただね、まさかの OK の天かすがこんなにうまいとはね、うん、はい、恐れ入りました。その天ぷら入れればいいじゃんっていうのでまたね違うんですよ、これね、うん、これね、やってみたら分かります。あ、いやもう言ってたこと、こうかってどっさり入れないでください、皆さん。そう、あのバランスがいいんですよ、はい、うん、で、柚子は大事なんで、これも一つよろしくお願いします。池森チャンネルのグッドボタンとチャンネル登録、皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で、閉店。